今日はねここでうちのねヤリスを少し見てもらいました。何かというとじゃじゃーん、じゃじゃーん、これね、この間のオフ会でね、オフ会というかオーナーズミーティングの時に購入したな、ディフューザー、かっこいいよね、カーボンのカーボン、ディフューザーつけてもらいました。しかもね、ここ金網だよ、こんな感じで開いてるよ、かっちょいいよね。これはノーマルのディフューザーっぽいリアバンパーですね。まあ、これはこれでね、かっこいいんですけどもね。今つけてもらってます。これ私がちょっとね、仕事で間に合わなくて取り付けの方は作業は進んでます。こんな感じでついてます。あ、めちゃくちゃこうかっこいいじゃないですか。あ、そうそう。綺麗に。そう、上もね、はい、上がこんだけもう開いちゃうもんで、あ、はい、こんだけ開けて、あ、はい、で、ここが。結局これが、はい、回らんといかんもんで、あ、はい、こうちょっと大きく開いてるんですよね。あ、ここのリングの、はいはい、リングの部分がかわさないといかんもんで、すごい綺麗になってる、はい、そう、こういうふうに結構ここら辺がもうパツパツになってくるんで、すごい綺麗、うん、ありがとうございます。カバーはもうこのままノーマルのやつを削ったんで、ここ。あ、そうなんですね、うんうん、あ、この下の部分では2つに分かれるんですか。そうそうそう、へえ。これが、あ、こうなってるんですね。そうそうそう、 ありがとうございます。へえ、そうなんだ。ここも塗っていただいたんですね、切りバリが目立たないように。そうそうそう、ありがとうございます。あの、あまり言っちゃいかんかったけど、言っちゃいかんけど、はい、ちょっと傷が多くて、あ、あの輸送の傷だと思うんだけど、はい、シャーって傷がついとったもんね、はい、まあ、ここどうせ飲み口、はい、白くなっちゃって、無駄という感覚で1本塗っちゃったんです。あ、すみません、ありがとうございます。はいはい、はい、変なところカットしますか、ね、あ、はい、ここはやばいって言っていただければこのステーもちょっとあれだったんですよね、もともとステーがないとつかなかったんですよね。そう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 、で、これが任意でつければいいっていうやつだったんで、はい、あ、はい、あのリアディフューザー、あ、はい、うん、一応ここまでつけておいたんですけど、あ、はい、あの難点が、はい、これマフラー変えた時、はい、取り付けができるか。ああ、やっぱそうですね、今からこれつけますけど、はい、手が入んないんです。ああ、そうなんですか。ああ、やっぱりそうなんだ。結構大変そう。あ、ごめんなさい、あ、すみません、こうやって閉めるんですか。これ手が入るんですか。こっからなんです。大変そう。なんで
マフラーのここの径が、はい、テールパイプが太くなったら、はい、手が入らないんですよ。あ、本当ですね。ああそうなんだ。こっからこう、ああなるほど。じゃあマフラー変えちゃダメよっていう仕様ですね。本当にぶっちゃけどうしようって感じです。あこれでももうカツカツなんで、ね、なんかこれ作った業者さんは太いのつけてたんですけどデモカーで、うん、指定をつけてマフラーちょっと下げてたって言われてました。そうじゃないと手が入らなかったってことなんですかね。あ上が当たっちゃうか。あそうマフラー変えるときこれはめるのどうやってやるんだろうとか思うんだけど、うん、こっからしか手が入んないんで。あすごい痛い。こういう感じなんです。これでも上も回っちゃいますよね。ウエットした止めてこれつくんですか素人だけ。ここは、はい、ナッターってナットが埋め込んであるんで。あそうなんですか。なので上から締めればいい。あそうなんですね。あなるほど。そうなんでここを通すと通すのそ, そうなんですね。苦労してやっていただいてます。そこですよね。菅沼さんお名前って申しちゃって大丈夫です。あ大丈夫ですか。あであのあれ会社名も大丈夫です。うん、ああはい、はい、よかったです、うん、はいありがとうございます。じゃあ宣伝だけさせてもらいます。菅沼さんが一生懸命苦労してやってくれてます。汗だくになってる。汗だくになってかっこいいですよね、本当に。しかもこれも、はい、あのクリア塗っといたんで。あ、本当ですか。すると終わるから。あ、はい、あ、ありがとうございます、うん、カーボンのやつ時々、はい、あのクリアを剥げちゃってボロボロになっちゃうんで、はいはい、それで仮止めが一応あなるほど。終了しました。かっこいい。あれがこれやね。あれがこんな感じが見えました。はい、あ、ついてます。 OK です。完璧、かっこいい。ありがとうございました。急にお願いしたのに快く対応していただいてすごくありがたいです。これつけっぱなしにしちゃいます。それそうです。はい、
1枚でいいと思うんだけど。